何週間前にやったあの、ええ、コージーパウエルも結構多用してるんですが、はいはい、ほうでもジョン・ボーナムのオリジナルなんじゃないかなと思ってるんですが、こういうやつが多いですよね。なるほどね。こういったやつですよね。でそのストト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 っていうのは、これわざわじまできそうもんねえな。うん、ダメな。僕と輪島ができる簡単なジョン・ボーナムっていうのは、あなたも一日でジョン・ボーナムになれるっていうのはないの？あのさ、なんか手でやるのは何なの？あれあれはなんかソロの時にこう痛いんですよ、これなんかコンガの真似なんでしょうけど、こう叩きながらこうとかあのヘッドをこう押すんですね、うん、なるほど。そうするとテンションが強くなって音程が若干変わるじゃないですか。これは左手で皮を押さえて右手でパムでもできるわけ。あんま音なんないですけどね。あ、ジョン・ボーナムだ。でよく普通ドラム叩いて右左足っていうのを早くやるじゃないですか、うん、それも手でやっちゃうんですよね。こんな小さい音じゃないんです。でも、うん、とりあえずこれは興味津々だね。おお、なるほど。それは言わばよな、言ってみればよな。タレラレラ、ちょ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 、ジミー・ペイジがよくやるみたいなもんだからね、今のはね。あ、うん、じゃあ例えば移民の歌のドラムなんかと。ああ、なるほど。これね、ドンドドダドンなのか、ドンドドダドンドンなのか、うん、多分ジョン・ボーナムさんはですね、だと思うんですけども、やってみよう。あのですね、ハトは八を刻んでいただき、いつぞやのドラムコーデのようになって。色は難しいよね。どうしても4になる、ね、あとちょっとね、新しいだな。ジミーペイジのジミーペイジの移民の歌。あ、ジミーやります。ジミーちゃんみてえだな。そのジミーやります。ジミー大西ですか。こっち4になるわ。すいません、放送事故のようになりました。思いついた。はい、できそうなの思いついた。はいはいはい、行きましょう。はい、先生お願いします。あ、ロンリロンリロン、おー、ダトトトダトトト。なんかでもちょっと弱いっすか。なんかもうちょっと派手なのがいいな。イントロ、ロックンロールのイントロチャレンジっていうのはどうですか。イントロチャレンジいいな。あ、これ打ち込みましたそうですね、はい、これ僕は変拍子じゃないと思ってるんですよ。あはは、あ、ええ、はいはい、あのダトとダタタタって頭からやってると思ってる人多いと思うんですけど、うん、3拍裏から入ってると思ってるんですよ。はい、裏から、ええ、1、2、3。わあ、ワン、裏から入る。ワン、ツー、スリー。僕無理。行きますか。やってみます。ジミー。あ、もう一個思いついた。うん、
あのほら何のコメントもなく交わされたよ今。何事もなかったかのような松木宏の態度。ホールロッタラブのギターソロの入る前のフレーズありますよね。基本的に6連と3連なんですけど、これの、タタタタタの細かいのの裏を抜くと203連になりますよね。それをあの合わせたやつで、おわかんねえ、あのハットでしぶき刻むのを一緒にやると、タタ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 タ、だからタタ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 、あ、そっか、うん、二小節になるでしょ。聞けば分かるけど自分ではできねえな。で、あのギターソロのところ、つまりはダンスダンスダン、あれね、裏ダンスってことね。ダンダンダン、よわ、それ気づかねえね。そうそうそう、ジャッジャッだと思ってたんだ今まで。ジャッジャッだと思ってたよな。そんなとこですかね。いや、まあね、いろいろためになりましたよ、うんうん、ありがとうございます。いやいや、とんでもございません。ベース講座はありません。あれ